よかったらぜひ長井教育長に講演会のオファーとか出してみてください。これ今日も画質いいんじゃないですか。もしかして音声聞こえてます？これで音声聞こえてやがったらウケるな。音声聞こえてますか？聞こえてます。画質どうです？画質めっちゃ良き。なんということでしょう。マジか。いや、今日も実は窓開けてるんですよ。窓ガラスを開けて網戸にしてあって、そのすぐ脇に、そこにね、そこに、なんて言った、ルーターが置いてある。あれはなんだ、ドコモのやつかな ?5G かなんかのやつか。なんだ、ガラス一枚によって今まで通信が遮られてた。そりゃ無理だわ、今までの。このライブ配信始めたの、去年の10月か。そこから寒くなる一方で、まあ、ようやっと最近ね、朝晩でも、まあ、でもね、今日ね、正直ちょっと寒いんですよ。今、網戸で。ここ、冷たい風がね、入ってきてる。安芸高田市はね、今、天気予報ベースで17度。17度。うん。で、ここから13度ぐらいまで下がるらしいんですね。そう、やっぱ、あ、愛知も少し寒いって今、ノラチャットで目に留まりましたね。避暑地。避暑地って言うんかな。いや、夏は夏でね、まあまあ暑いんですよ。こうね、軽井沢みたいな、なんか避暑地になってたいんですけど、で、軽井沢行ったことないですが。夏はまあまあ暑いし、冬はしっかり寒いっていう。うん。ちょっと気候的には、あんまり褒めるところがないかもしれないですね。はい。しまったね、今日、画質の点検もあって、ちょっと早めにオープンしてみたんですけど、あと7分ありますね。テストするにも、もう、マイク、音声も大丈夫で、画質も安定してたら言うことないじゃないですか。切れ気味。まあ、いろいろできますか。ね。また後で改めて乾杯はしたいと思うんですけど、ひとまずお疲れ様でした。ああ、美味しい水。今日は全国的に晴れてたのかな。安芸高田市はわりかし天気良かった気がしますね。といっても、なんだかんだで打ち合わせとか市役所に行って仕事をしてたので、外がどうだったんだろうな。天気良かったのかな。昼間暖かかった気がしますね。東日本の方は雨でした。あ、関東は雨でしたっていう。なんか風が強かったかな。うん。いや、横浜は豪雨でした。あ、違う。あまりにもまったりして、ね、オープンの時間が早かったから、油断をするっていう悪い癖が出ましたね。癖。せっかくなんでね、あの、スパチャー読んでいきましょう。かなり早い段階から赤スパいただきまして、一番最初に亜生さん、1万円いただきました。ありがとうございます。今日も配信ありがとうございます。私事ですが、広島へ出張した。足を伸ばして、安芸高田市へお邪魔した。めっちゃ伸ばしましたね。市役所から始まり、
セブンイレブン夢タウン、稲田砂防、毛利元就の墓、博物館、道の駅。そして福寿荘で宿泊。もうね、亜生さんは安芸高田市マスター認定します。そんな制度ないけど。いや、それね、それだけの名所を回ってる方はそんなにいないですよ。うん。のどかな風景を見て心が穏やかになってる自分がいました。そっか。そっか。来週の神楽関西公演も楽しみにしてますって、来てくださるってことかな。はい。もう来週ですね。6月の8日、土曜日お待ちしてます。続いて、ミハエル・ビットさん。先週、姫路でのツーショットお礼で赤スパしたところ、大好きな彼女に、スリーショットでしょと捕まりました。確かそうでしたね。二人じゃなかったですね。はい。二人プラスワンでした。うん、あ、そうですね。彼女の方とも握手をしましたね。あ、今回もお礼に変えて、変えさせていただきます。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございました。ん？昨年12月から6回、花亭で秋高田焼きをいただき、食いすぎ。月1ぐらいで食べてるじゃないですか。それ、あの辺の近所の方ぐらい、じゃない？他にも、川根の柚子、湯の森、杜氏村。うん。ああ。神の倉。ん？ん？神の倉山？なんだっけ？神の倉？やちよ。へえ、あ、一通り言っていただいたんですね。よし、じゃあ、ミハエル・ビットさんも、秋田方市マスターとして今、認定しました。市長が特に認めたっていう例で。うん、西宮の関西公演にもお越しくださるっていうことで、はい、ありがとうございます。琵琶湖より愛を込めて、赤スパ頂戴しました。滋賀の方なのかな？もう一個。え、次もまた、丸さん、赤スパ。副市長と同じく、私も長生きしたいと思えるようになりました。これからも、秋田方市長と秋田方市を応援したいと思います。ありがとうございます。あ、教育長ですね。うん。長井さんです。長井さんが、この前ご挨拶行った時に、もうちょっと長生きしたいと思うようになりましたっていうふうに言ってくださいました。で、あ、これちょっとまた、本編というか、21時回ってからいいのかな。長井教育長と、先週の水曜日かな、イベントがあったんですよ、秋田方市内で。ミートアップっていう、このオンラインじゃなくて、本当にミートアップ。なんだ、オフ会か。集まるので、中学生、高校生と語ってみるっていう会があったんですね。で、そこで、まあまた、例によって、長い発音から、いい話が出てたんですよ。これ、あれは記憶にしてないのか、公開をする予定になってなかったかな。あそこにいた十数人の中高生と、まあ僕も含め、市役所職員しかそれを聞いてなかったのが、実に惜しいな、悔やまれるところなんですが、よかったらぜひ、長い教育長に講演会のオファーとか出していってください。勝手に売り込む。うん、受けてくださるんじゃないのかな。ね、長井さんに、教育とは何ぞや、教育論とかね。もしくは、なんだろう、これまでの長い発音の人生を聞いてみるとかも面白いと思いますね。うん。ちょいちょいね、議会の答弁でお話ししてくださったり、他の場でもいろいろ伺ってたので、本当に深み、厚みのある方だなと思います。いやー、今日は通信環境がなんと安定をしている日。ね、窓ガラスを開けると、こんな世界が広がってたかっていう。皆さん、そういう経験ってないですか？ない？もし、ルーターの調子が悪いと思ったら、窓ガラスとりあえず開けてみたら。意外。たったそれだけで。今日も多分、
まあまあ画質いいですよね。はい。なんか、画質いいとね、いいで、ちょっとあれですよ。もうね、41歳のおっさんなんで、ね、あんまりきめ細かく映ると、この、なんか、白髪が目立つかなとか。ね、やっぱり、違うな。35? ってか、師匠になってからかな。なんかこう、白髪がね、やっぱり目立つようになってきたんですよ。まあ、これじゃさすがにわかんないか。特に何にも白髪染めもしないんですけど、まあ、ゆえにこのね、なんか、ちょいちょいこう、目立つようになってきて、いやー、夜年並みには、勝てませんな、みたいな。というのを感じるところです。なんだっけ、あ、画質がいいっていう話ですね。はい。